ましょう。まずはですね、事前審査にて継続を決めております。現役メンバーの皆さん、ステージへお願いします。まずは現役メンバーの登場です。拍手でお迎えください。さあ、改めて現役メンバーご紹介いたしましょう。さくら、みずき、あかね、まゆ、なるみ、ゆみこ、まみ、あすか、みわ、むぎこ、あんじゅ、はるな、まなみ、りか、そして本日イベントや MDA 授業のためこちらのステージには来られなかったんですが、ゆり、ゆいな、なつき、ゆき、さよ、あかねを加えた19名が継続メンバーとして合格をしております。さあ、この現役メンバーに加えて、いよいよ2017年の新 M スプラッシュメンバーをお迎えするんですが、皆様、Web 投票の方、参加したいという方がどのくらいいらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。Web 投票、皆さんご協力いただきましてありがとうございました。ここで、まず先に Web 投票の結果の方からご紹介したいと思います。本日の Web 投票ですが、3位、エントリーナンバー19番、ゆき。2位、エントリーナンバー21番、あやめ。1位、エントリーナンバー14番、あずさ。この上位3点に、ウェブ投票の上位3点ということで、審査員票に加えて1票が加算されております。この審査員の票、そして今ご紹介したウェブ投票の結果を踏まえて、合計得点上位6名のメンバーの合格が決定いたしました。それではいよいよ新メンバーを1人ずつご紹介してまいりましょう。さあ、それでは皆様お待ちかね、千葉ロッテマリーンズ公式キャバフォーマー M スプラッシュ2017年新メンバーをご紹介いたします。さあ、どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。エントリーナンバー4、ゆい。おはようございます。
せるよう頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。